ヘイヘイブンブン。いやー楽しかったですね。ねえ、もうねこれ多分ね忘年会でやってるね盛り上がるゲームでしたよね。皆様ぜひ動画で見ていただけたらわかると思いますからね。皆さん忘年会シーズン、新年会シーズンいっぱい遊んでください。はい、お願いします。はい、ということでね、年内ラストの動画でございましたよ。いやーサンタちゃんもいる。なにこの子。この中身は何ここ脳なの脳みその一部曲がるんですね。かわいい。ということで2020年もね発動化パートのネタも募集しております。ぜひもういっぱい送ってください。もう乱暴に送ってきていただければ結構でございますんで。ということでね、はい締めます。バイバイヘポンポン。えひどい武器好き勝手やっても怒られないんですか。皆さんこんにちは、木村すばるです。皆さんこんにちは、木戸伊吹です。この番組はポニーキャニオンのアニメ通販サイトキャニメをどんなことがあってもフィーチャーする気なんてないウェブラジオです。はいねえ、そんなウェブラジオ好きよこ、はい、29回目きた。同い年ね、さっきも言ってましたけど30に何をそんなに焦ってるんですか。やっぱ結婚ですか。いや来年さ、いや違うね、来年30よ。30ってさ割とさ節目じゃない。そうですね。20代ってさまださこうちょっと子供の延長まあじゃないけど大人なんだけどさまだちょっとこう若者のさ心が残ってるじゃない。それが30になった途端にさ急にさこのなんていうの言い方はあれだけどちょっとおじさま方の仲間入りをするわけじゃない。だからさちょっと焦るよね。なんか周りのさ30歳の皆さんってどんな人生を送ってんのかなと思うとさ割とそうもうお子さんいたりとかさそういう年でもあるじゃない。いや私もそうですよ。もう地元行ったらもうみんな子供産んでて、あそういうちゃんきどの年でももうそうです。もう田舎なんで。そっかそっかそっか、みんな子供産んでます。いやちょっとまあ僕が来年30、ちゃんきどが来年23。うーわ、いや大丈夫よ、ちゃんきど焦ることなんもない。私は25になってから焦ります。そうしましょう。はい、ということで今年もあと2週間を切りました。やだーやだーな。この令和が今年始まってね、もうその令和元年が終わりますけれども、つい先日なんかはですね今年の流行語大賞発表されましたけれども、なんと大賞を取ったのがワンチームというね、一回も聞いたことのない言葉でした。私もそうなんですよ。タピオカじゃないって思ったんですけど、そうタピルとかさ令和かと思ったら令和は2位だったそうですよ。そうなんだ、初めて聞きました。これはなんかラグビー日本代表のスローガンだそうですよね、ワンチームって。まあねラグビー盛り上がってましたもんね。本当ですよ。つい先日ね別の番組なんですけれどもラグビーの選手とねご一緒させていただいたんですけどね、大きいねラグビー選手って大きいね。もり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 です。私もねちょっと自分で申し上げるのもあれですが割と大きい方ですよ。大きい方ですよ。そうこんな私がねもうちっちゃく見えるくらいでかかったですよ。もういっぱい食べて運動してるんですね。なんでしょうね。そんなね日本代表が活躍したラグビーのこのスローガンからワンチームが入選じゃない大賞を取ったということでございました。じゃあ今日の放送で俺らもなんか流行語作ろう。流行語、ああ来年のノミネートを目指して目指そう。はい、ということで好きよこ第29回好き勝手にスタート。この番組はキャニメプライムの提供でお送りします。木村すばるひどい武器好き勝手やっても怒られないんですか。さあというわけでございまして29回目の好きよこです。はい。さあここで番組からのお知らせをさせてください。なんと好きよこのクリスマスプレゼント企画を2つ実施いたします。イエーイ。はい、まず1つ目はキャニメのツイッターにて好きよこからクイズを出題したツイートを投稿いたします。さあそのツイートに対してですね答えを書いてコメント付きでリツイートをしてください。はい、そうするとですね何が起こるかと申しますと、正解を書いてリツイートしてくれた方の中からですねオフショット写真木村すばるサイン入りバージョンと木戸伊吹サイン入りバージョンを計2名様に抽選でプレゼントさせていただきます。あら、まあどうやらクイズはね、はいはい、今回の番組に関連したものらしいので、はい、はい、最後まで聞いた方がいいですよ皆さん。絶対そうだと思う。もうこれ聞いてないとね、もうクイズの内容なんのこっちゃですから。そうですよ。ワンチームね、さあということでそしてもう一つ行こうよ。はい、プライム限定でポイント交換ページ内の今回の動画パートからクイズを出題、はい、ポイント交換ページをご確認の上ご応募ください、うん、はい、ペンペンペン。はい、クイズに正解した方の中から抽選でオフショット写真木村昴&木戸伊吹サイン入りバージョンを、まあね、2人のサインが入っているのを2名様にプレゼントいたします。はい、こちら動画の内容からクイズが出されるそうなので、うん、プライム会員じゃない方はこの機会にプライム会員になってぜひご応募ください。もうね、めっちゃ難しい問題だから絶対もうこのラジオ聞いてないとね答えられませんから、もう闇雲にね言ったところでね当たらないですよ、うん、ワンチーム。そうよ、ワンチーム。応募期間は本日12月20日金曜日12時から12月23日月曜日23時59分までです、はい、はい、詳細は番組ページをご覧ください。よろしくお願いします。そうですね、この応募締め切りもね、イブの1分前、うん、はい、イブの1分前までやってますんで、皆さんぜひたくさんお送りください。よろしくお願いいたします。さあそれではリスナーの皆様からいただいたメールを紹介したいと思います、はい、ラジオネームゆりいかさんからいただいております。ありがとうございます。バルスーさん、ちゃんきどう、こんにちは。こんにちは。早いもので年末、そして放送の5日後はクリスマスですね、うん、クリスマスの時期になると子供の頃にもらったプレゼントを思い出します、うん、私はもっぱら絵の具や画集、イラストソフトをねだるような子供でしたが、今ではデザイナーとして働いています、お二人は子供の頃どんなプレゼントをもらっていましたか、うん、やっぱり声や歌に関するものなのでしょうか、というお便り。素晴らしいね。なんかこう、うん、子供の頃に興味があったもの、まあプレゼントでもらったものが、うん、今やお仕事になっているなんて素敵じゃないですか。そう考えると俺はちょっとまだ仮面ライダーに慣れてないな。あ、仮面ライダーグッズだったんですか。そうよ。ベルト。へえ。だけどお金がなかったから、うん、子供の頃ちょっと家がね、うん、だからね、ベルトをね買う余裕がなかったから、うん、母ちゃんがねベルトをね作ってくれたのよ。段ボールでとかですか。違う、100均でさベルトを買ってくるじゃない。そのベルトになんかね。なんか作ってくれたのよ。なんか、ね、いろいろそう、これであなたはこれで変身しなさいって言われて、あら、まあおかげで声優に変身できましたけれども。あら素敵、ありがたいですよ。ちょっとよくわかんないね。ちょっとわかんなかった。俺自分でも言ってて今なんかちょっと辻詰まってねえなと思って。ちなみに私は、うん、キッチン。台所、大きい台所、おもちゃですよ。それをもらいました。女の子にはなんかいいね、嬉しいね。そうなんですよ。冷蔵庫とかもついてて、うん、あれじゃなんかさ包丁でさ野菜を切るとさバリって2つに切れるやつとか、はい、うわわかる。俺もね好きだった、うん、そういうの。あ、そうなんですか。おままごと大好きだったの。仮面ライダーにおままごとも好きだった。仮面ライダーでおままごと。そう。楽しそう。そう、あれ画期的だったよね。なんかお野菜をさ包丁入れるとさバリって2つに割れるのとかさ。そう。キッチンとかも音するやつとかあったもんね。あれは買ってないです。あれちょっとお高いやつですからね。セレブじゃないと買えない。俺ねポポちゃん買ってもらったことあるわ。私もポポちゃん持ってます。覚えてる？はい。ポポちゃんさ、途中からさ、髪の毛の色変わるポポちゃんとかいたのわかる？はい、ピンクとかに。そう。メルちゃんみたいな感じに。そう。櫛があってさ、その櫛がね温まっていくんだよね。なんかこう電源入れると、その櫛でこう髪とかすと髪の毛の色が変わる。あとねお風呂に突っ込むと。私も突っ込んでました。あとおしっこも顔するんですよね、ポポちゃん。そうですよね。ほらああいうのめっちゃ興味あってさ、めっちゃ私ももうトイザらスとか行くとさ、はい、もうその人形コーナーばっかりいたわ。あ、そうなんだ。そのさ髪の毛の色変わる人形なんかもさ、うん、そのもちろん温めるっていうのはドライヤーとかでなんだけどさ、うん、こう手でさずっと触ってるとさ、うん、それでも色変わるんだよね、体温の、はいはい、だからさこうトイザらスに並んでる人形の髪の毛ずっと触ってさ、うん、ずっと髪の毛触ってさ色変われ色変われみたいな、ね、しまいにはその人形の髪の毛にフッフッ息、あったかい息かけて色変わるやばいやつだったんだよね。楽しそう。ね。ということで、はい、まあゆりゆかさんもね、うん、素晴らしいですから、これからもデザイナーさんとして頑張ってください。ね、頑張ってください。次はアルカイックさんからいただきました。ありがとうスーププー。木村さん、木戸ちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。先日友達から来たメッセージで、その日の夜に我が家へ遊びに来ることをすっかり忘れていたことに気づき、うん、慌てて押し入れに出ていたものを詰め込んだのですが、うん、それを片付ける過程でちょっと早めの大掃除になり、部屋を綺麗に保てています。なるほど。年が明けるまでは何とか持たせたいものです、はい、お二人は掃除に限らず毎日に少しずつやるのと決めた日に一気にたくさんやるならどちらの方が得意ですか？はい、一気にやります。私も一気です。はい、無理よね、毎日さコツコツ。そう無理よ。はい、もうこの日作ります、まあ、なんかやりますっていう日にもガッてやっちゃうよね。あれさ、物捨てられる系女子？私お洋服は捨てられないです。なるほど。はい。それ以外のものはなんか全然パワパって捨てれちゃって、逆に兄がいるんですけど、兄がそんなにたくさんもう捨て癖やめろとか言うんですけど、はい、はい、逆にお洋服はこれはダル着とかに着れるかもって思って。ダル着？ダル着、お部屋にいる時とか。なるほど、そういうことか。そうそう、どうでもいい時に、まあその辺のスーパー行く時とかに着れるかもって思っちゃうんですよ。はい。このめっちゃわかるよ、洋服ってさ、うん、全然捨てらんない。俺もねわかるんだけど、でもそこにグッとこらえて、うん、もうおそらく着ないであろうと、はい、だから友達にあげたりっていう風になるだけするんだけども、友達も着ないだろうなっていうのも中にはあるからさ、うん、そういうのもごめんなさいっつって、またいつかどこかで来世で会いましょうっていうんで、こう捨てちゃうんだけど、これさお客様からさなんかいただくものとかさ、時たまあるじゃない。そうですね。あれがさ絶対捨てらんないのよ。それはもう実家にこうずっと置いて貯めてるみたいな。貯めるかもうぶっ壊れるまで使う。ああ、まあそうですね。もう壊れちゃったらごめんなさいじゃない。もうだから割とね僕ねお洋服いただく機会も時たまあるんだけど、そのねいただいたお洋服に関してはもう使い古します。この間ね俺パンツもらった時がさ、だからなんか下着のパンツさ結構もらった時期があって、なんかねパンツがいっぱいあったんだけどね、お客様からいただいたパンツこの間履いてたら、この股のところがなんか裂けててさ、っていうのはもう股ずれでさ、いやもう履き潰したパンツ履き潰すことってあんまないじゃない。股がさもう皮じゃないよね、生地がさもう薄になっちゃってしまいに裂けちゃってさ、これはもう使い切ったからいいなと思ってこの間処分しちゃったけど、それくらいまではね使うかな。でもバルスーさんのファンも嬉しいです。だって自分があげたパンツをバルスーさんが履いてるんですもん。履いてる。私下着はプレゼントされたことないですね。まあね、まあ女の子はねそう考えるとまあびっくりしちゃうよね。私あらってあれ何このブラみたいになったらさ欲しかったブラなのってなってもさ、ちょっとなんか抵抗はね、抵抗というかなんかびっくりしますよね。というか女の子はさ自分のさ下着は自分で買いたいもんね。あ、だけどサイズとかもいろいろありますもん。そうなのよ。ね、暖かいパンツみたいなのもらったことありますよ。なんか桃引きみたいな。あ、腰冷やさないようにするやつ。はい、クマちゃんみたいなやつも腰冷やさないようにねってこう書いてあって、優しい。優しい。そう。いいね。俺さ汗拭きシートめっちゃもらうのよ。すごいから。老けってことだよね。きっとそれでね。そうだと思います。お手紙とかがね、やっぱ僕ね、何より嬉しくてさ、お手紙はね、もうね、一番最初の1枚目からね、この最後の1枚目まで僕いただいたお手紙ね、全部取ってあるんですよ。うお、じゃすごい量だ。まあありがたいことに増えてきて。やっぱり昔のやつとかね読み返すとね嬉しいんですよ。まだお仕事が全然ない頃にいただいたお手紙なんかはさ、頑張ってくださいみたいな、いつかなんかレギュラーなんか取れるといいですねみたいなとか、応援のメッセージとかさ、今この人どう思ってくれてんのかなとか思うとさ、励みになるし、そうですね。もう一つね紹介したいと思います。ラジオネーム、巻蔵さん、どうも毎度です。バルスーさん、ちゃんきど、ヘイヘイポンポン、ヘイヘイポンポン。はい、突然ですがちゃんきどは今青森県で何も入ってませんという商品名のクレープが話題になっていることご存知ですか？あ、知ってます。でもあれ青森県だってこと分かんなかったです。青森らしいですよ。はい、年末年始実家に帰省することがありましたら一度食べてみることをおすすめします。またお二人に質問ですが、地元で話題になっていることについてご家族から連絡を受けたりしますか？その他2019年にあったご家族からの連絡の中で面白かったことや嬉しかったことなどを含めて話せる範囲で構いませんのでお話をね、していただけたら幸いですと。ちなみに私は家族とは誕生日おめでとうの連絡くらいしかやり取りがありません。家族でびっくりしたことはないな。友達ならありますけどね。高校のあいやマジでマジでびっくりして衝撃的だね。ちょっともうその私の話で終わりそうなんですけど、これ結局ね、あ、何も入ってませんクレープだから、何も入ってませんという商品名のクレープ、これ何なの？どういうクレープなの？何も入ってないの？そう、何も入ってないクレープ、生地だけ？生地だけ。かっけえね。あ、なんか青森ローカルなんだ。コンビニで売ってる。え、コンビニ初のクレープ、これ何？都内でも今話題になってるの？そうみたいです。なんかツイッターでバズってて、あ、なんか生クリームがめちゃ、あ、生クリームだけのみ、生クリーム、いや何おいしい。そうおいしいって言ったら多分もうめちゃくちゃうまそう。何も商品名が何も入ってませんなんだ。そうそう。あ、俺さ、なんか原宿みたいなさ、ああやってさ、三角にさこう折ったさ、あのクレープをイメージしてたら違うのね。こう四角いやつなんですね。こう生クリームの中に入れてこう折りたたんだ。あら、生地も美味しそう。ねえ、めちゃくちゃ美味しそうじゃない。しかも何いくら？120円。安い安い。そう。セバタバマイネピョン。ねえ、ピョンピョンですよ。なんかコンビニであったら食べてみたいと思います。ちょっと令和一ハッピーな値段っていうか。120円はね。まあちょっと家族からのね、びっくりするような。面白かったこととか嬉しかったことは特にないんですけれども、はい、まあね、仲良くやってます。はい、そうです。ありがとうございました。はい、じゃあね、採用された方には50ポイント差し上げます。はい、こちら300ポイント貯まると番組キーホルダーと交換できますので、はい、皆さんバンバンメール送ってきてください。はい。木村昴、木戸伊吹、好き勝手やっても。怒られないんですか？さあ続いてはコーナーさあ続いてはこのコーナーをやっていきましょう。 NGK。 はい、このコーナーは違うこの待って合ってるぞこのコーナー。コーナーって文字がもうコーラに見えちゃってさあら、もうちょっと口がコーラを求めている今。そう、今からだって食べちゃうから。はい、ということでね、このコーナーはね基本的に NG がない私木村昴でもさすがにこれは NG だろうというのをリスナーの皆様から募集し、それを実際にやってみて NG なのかどうか判定していくコーナーでございます。本当に私 NG 何もございませんので、さすがにこれは NG っていうのがね、もしかしたらこのコーナーを機に生まれるかもしれませんので、それをね検証してみたいです。さあちなみにですね、コーナー名の NGK、 こちらは NG 木村の略であってなんばグランド花月の略ではございません。念のためでございますさあということでもう早速やっていきたいんですけどね、はい、今日は何やんの？はい、今日はこちら、コーラに合わなさそうな食べ物を食べる。はい、こちらラジオネームひやしんすおさんからいただきましたひやしんす男じゃなくてひやしんすおさん、ひやしんすおだと思います。いや間違いないよねね、独特な名前でね。コーラといえばバルスーさんが大好きな飲み物で、さっきもねコーラ飲みたくて仕方がなくて、仕方ないよコーナーをコーラと言っておりました。はい、バルスーさんにはコーラと合わない食べ物をコーラと一緒に食べてもらいますないと思ってる俺は。ないですか？今までこういろんなものを食べてコーラ飲んできてありませんでしたか？これコーラじゃないなっていうのはねない、基本的には。あら、もう全然お寿司とコーラでもいけるし。ああ、そうですよね。私もよく食べます。だよね、ありだよね。もう全然ありですよ。だから俺はね、基本的にはないと思ってるんだけど、これをね検証してみましょう。じゃあね、ちなみにね、僕がね一番ねコーラが合う食べ物と思ってるのは、はい、やっぱねピザ、ケバブ、フライドポテト、これとコーラは完璧。もうジャンクですね、うん、美味しそう。さあさあさあ、それをね、はい、どれくらいこの今からね食べるものとマッチするのか検証します、うん、さあ何食べんの？すごい匂いしてきましたけど、最初の食べ物はこちら、梅干し。ほう、はい、ワルスーさんにはね梅干しを口に入れた後コーラを飲んでもらいます。はいはい、これ私合うと思うんですよ。あ、本当？なんか梅干しのしょっぱさでうーって舌がうぃーってなってるところをコーラの炭酸でじわわわわみたいな、はいはいはい、なんか合いそうな気がします。ちょっとやってみようこれね、はい、俺もね試したことないわ。なんでちょっと早速、はい、いきたいと思います。それではね、梅干しを、はい、口に含ませていただきます。はい、いきます。あーん、これは蜂蜜味。うんうん、あ、梅干しおいしい。あー、しょっぱい。耳の後ろがさ、ブイーってなるね。今の間、はいはい、コーラを開けていきます。はい、うん、なるほど。あ、いきます。はい。合うでしょ。合うでしょ。合うでしょ。全然美味しい。っていうのはね、多分ね、食べ物のね、このね、ギャップがあればあるほど、これね、合うんだと思うのよ。この梅干し、割とね、その甘めな梅干しだったんで、これは合う。あ、甘いとね。これだからね、酸っぱ系しょっぱ系だったらどうかわからないけど、このね甘い梅干しにはねぴったり。むしろ俺梅干しコーラが販売されてないのが不思議なくらい。あ、そうなんだ。だからね、これはね全然いい。あら、いけたということで。むしろちょっとおかわりしたいくらい合うわ。あらまあ、はいはい、ということで、え、これだけじゃないよね。はい、続いてはラストの2つ目、こちら、豆腐。はい、ちょっとコーラとねお醤油は見た目似てますけれども。え、あ、そういうこと？あ、そうかも。お豆腐にコーラかけちゃうの？これかけちゃいましょう。醤油ではなくね。はい、じゃあやってみるか。はい、これはね初めてだわ。絹豆腐っていうの、これ絹トゥルントゥルンしてるね。絹ごし？絹ごしということでコーラをかけます。でも見た目、あ、シュワシュワしてる。あー、シュワシュワしてる。あの見た目はもう卵豆腐ですよ。すごい炭酸がシュワシュワしてる。お豆腐の上こんなシュワシュワしてることないよね。そうですよね。でも本当に遠目で見るとなんか醤油に浸した豆腐みたいな。なんかあの肉豆腐みたいな、こうなんかなんつうの、煮込んであるお豆腐みたいですね。さあ、それでは一口いただきたいと。お前ちょっとコーラに何でもするな木村さん。いくぜ。うん、なるほどね。どうですか、合いますか？合わない。合わない。あら、これは、あら、なんでですか？なんだろうな。豆腐は味ないですよね。合うと思うんですけれど。いや、合うかなって俺も一生思ったんだけど。豆腐ってそんな、ほら味がさ淡白じゃない、はい、このコーラがさ、もう味とかじゃないの。口の中が気持ち悪い。なるほど。お豆腐、シュワシュワするお豆腐美味しくない。そうか。なんだろう、お互いのねすごい悪いとこだけ出ちゃってる。まだ食べるんかい。食べてみる。うん、なんだろう、味がない。やっぱり、ね、豆腐はねやっぱり豆のやつですから、なんか豆乳感がちょっと出ちゃってるのかなんか、おかしい、変な感じするんですかね。なんかね、その通り、変な感じ。豆とコーラがねお互いをね、こう引き立て合ってないの。打ち消し合ってんのと、あと、あ、でもねコーラだけコーラだけよりめっちゃうまいでしょうね。そうわ、ちょっとこれは合わん。でも NG ってことでもないかな。美味しくないってだけで、食べられなくくもない、食べられなくもない。全然これ美味しそうに食べろって言われれば全然それはそれでいけるし、全然めっちゃ食べてるじゃないか。はい、それではここでバルスーさんに判定をしてもらいましょう。今回のお題は NG ですか OK ですか？はい、 OK。 全然 OK よ。だからなんだろうな、コーラと合わないものはね、あんまりないのかな。あんまりないかもしれない。うわーってなるのはないのかな、あんまり。まあなんだろう、だからその乳系わかんない、なんだろう、牛乳とかもね結局うまくなっちゃうんだけどね。なんだろう、乳系じゃないか、生卵、コーラと生卵あーとか辛いものもね意外と合っちゃうね。スパイシー、コーラがスパイシーになるとうまいのよ。へえ、そうか。じゃあリスナーさんからなんかコーラに合わないものを募集してもらえますか？じゃあジョリーやりたい。気になりますよね。あ、ちょっと俺も見つけたいわ。このコーラに合わないものってこの豆腐以外にもなんかもしかしたらあるかもしれないから、ちょっと皆さんぜひたくさんお送りください。それをね検証していきたい。そうですね。オッケー。募集します。意外だったら梅干しはね合うわ、やっぱ。ということでございました。はい、以上 NGK でした。木村昴、木戸伊吹。好き勝手やっても怒られないんですか？キャニメインフォメーション。さあ、ここからはキャニメの情報をパパッとお知らせしていきます。情報をお知らせしてくれるのはポニーキャニオンさんがプロデュースする声優アーティストスクール、ピースボイスアーティストスクールの生徒さんです。はい、今回担当してくださるのはこの方です。皆さんこんにちは。ピースボイスアーティストスクール19年度レギュラー構成のトウモロコシの偏見がひどすぎる内田ゆきなです。よろしくお願いします。何それトウモロコシの偏見？偏見と言いますか、なんか私トウモロコシ幹っていうんですか、真ん中についた状態のトウモロコシは食べられるんですけど、あれがちょっとでも離れた瞬間に、あ、大丈夫です、さよなら、また来世ってなっちゃうん。どういうこと？なるほどね。もう見たまんまトウモロコシはいけるけど、コーンの状態になる。そうなんですよ。うわ。なんでそれはなんか幼少期になんかそのトラウマがあるんですか？なんか自分でもその分からなくて、なんかたまに旅行とかで北海道に行った時に丸々売ってるやつは食べられるんですけど、そのレストランとかでなんか付け合わせみたいなので出てくるじゃないですか。あれの状態になるとなぜか食べられないんです。味が変わるわけでもないんですけど、なんでめっちゃ気になる、多分私が一番それでちょっと気になって、ちょっとその答えを探そうよ今日。あ、どうですか？探そうよ。なんかちょっと皮っぽくなっちゃうのが多分もしかしたら嫌なのかな。それか皮っぽくなっちゃうなのかなみたいな。さあ、ということで、じゃあまずはですね内田ゆきなさんのですね幼少期から掘り下げていきたいと思います。時間かけるよ。栃木県出身。そうなんです。はい、栃木県出身の23歳で、趣味は舞台鑑賞、落語を聞くことね、特技がはい、スポーツで特にバスケットボールが好きです。へえ。これはあれですか、学生時代はバスケットボール部だったってことですか？はい、小学校の時からバスケットボールをやってまして、それからずっともうバスケ一本で何も触れることなくやってきました。バスケ一本でやってきたし、トウモロコシも一本だったらいけんだよね。何事も一本でやってこようかな。でもだからそういうところなんじゃないですか。だからそのやっぱこのばらけた瞬間になんかお前ブレてんなみたいな、まとまりがないぞと。そう、まとまってやっぱ部活とかでもさ、バスケットボール一筋でやってきたらやっぱこの団結力みたいなの重んじるじゃないですか、きっと。団体戦なんで、ほらお前ソロプレイしてんじゃねえよみたいな気持ちになるんですかね。あ、私も長年のモヤモヤがなんか今日晴れました。あ、よかった、よかったですわ。そうかもしれないですね。もしかしたらね。そう、ということでちょっとね渋いのがね、落語を聞くことがお好きということで。そうなんです。あら、どういうところが好きなんですか、落語の。なんかその初めに聞き出したのが先輩からのその面白いよって落語本当に好きな先輩がいらっしゃって、でそれで音楽を聞くの代わりに落語を聞き始めたらちょっとハマっちゃって、なるほど。ちょっとなんか一人であんなに面白く喋れるのすごいな。まあね、いや、なんか好きなお話とかあります？落語で。芝浜という。わあ、してますか？あるぜ。芝浜の話ですか？そうです。その有名なお話というか、その割と落語家さんが最初にこうまあなんか前座の時とかに、まあ前座でやる人もいないけどまだ2つ目とかでなんかこう要は割とこのこれはもう絶対知っといた方がいいっていうようなそうお話でしたね。バルスーさんも好きですもんね、落語。好きなんですよ、大好きでございまして。何か好きな落語の？いや僕地獄ばっけっていうのとか、まあベタですけど死神っていうのが好きで、僕はお箱がありまして、強情球っていうのが僕のお箱でして、お灸を据えるお話なんですけども、そうなんですよ。いいよよ、落語は楽しいよ。わかった。ということで。ちょっとね我々の番組の方でですね、ちょっと無茶ぶりにお答えねいただきながら、ほら我々ちょっとポニーキャニオンさんのね告知全くしたくないんで、ちょっとね代わりにねしていただきたいなと思ってるんですけど、いいですか？任せてください。ということでちょっと無茶ぶりを決めたいんですけれども、なんだろうな。じゃあやっぱりここは落語じゃないですか？そうするか。しちゃう。僕そうしちゃう。落語長に、インフォメーションお願いしてもいいですか？なるほど、わかりました。任せてください。ちょっとじゃあそれっぽちょっとじゃあ寄せっぽくなんかやってみてもらってもいいですか？寄せっぽく。はい。僕出囃子やるんで、僕ら二人で出囃子やるんで。はい。じゃあ私見てます。お客さんやるよ。二人でしゃべって。じゃん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 って感じ。そうみたいな。じんじゃ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 ん。どうぞ。いやーもうそろそろ秋も終わり口になって冬に入ろうとしてるこの頃なんだけどねポップクラフトっていう話がね第3巻ブルーレイ&DVD にて12月25日発売決定したそうなんだよ、いやなんと村田蓮司書き下ろし全巻収納ボックスがついてくるって話だよ他にも映像特典として特別編「美しき女騎士囚われの妖精を追え」やキャラクター紹介「ファルバーニ語講座」など目白押しなんだよこれがまたキャラクターデザイン木村博美書き下ろし三方設計図も要チェックした方がいいって話なんだよ。よさらにここをちゃんと聞いてほしいんだ、キャニメでご購入いただいたお客様方にはなんと 1,2,3 巻連動特典としてラジオ CD がついてくるんだ。こりゃまたびっくりな話だぜまたオープニングテーマに起用されている大石正義の「楽園都市」も絶賛発売中だよ。詳しくはポニーキャニオンキャニメのサイトにてご確認してくれってよ。いいよ。いやすごいすごいすごい。いやなるほど、いや落語っぽかったですよ。普段から落語聞いてるんだなって感じが。いやなんか死神がお好きってちょっと死神と。あそういうことね。あ、そういうことで消えるぞ消えるぞの感じでみたいな、そういうことね。あ、素晴らしいということでございました。さあ本日は内田さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上キャニメインフォメーションでした。木村昴、喜怒伊吹、好き勝手やっても怒られないんですか？エンディングのお時間となりました。放送回、エンディングの時間かいするってとよ、もう番組が終わるってことか。ああそうらしいんだ、ってことでよ、ちゃんきどう呼んでみようじゃないか。ちゃんきどう、ちゃんきどう、へいへいへい、こちら乗るね。いいね。もうさっきからね、やべずっと落語したくてうずうずしている木村さんなんですけれども、内田さんのね、インフォを聞いてたらね、落語がしたくてたまらなくなってきちゃう。やっちゃえやっちゃえ。わかりました。はい。はいということでよ、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。番組の感想、普通おたや各コーナーへのメール、ぜひお送りくださいませってな話だ。どこに送ったらいいんだっていうことだったらね、メールを採用された方にこれ50ポイント差し上げてますからね、送る時によ必ず最後にキャニメで登録されたお名前、番号、メールアドレスなどの情報、そしてプライム会員の方は会員 ID を明記の上お送りくださいませってな話なわけだ。はい、メールアドレスはキャニメ_ラジオ@ポニーキャニオン.co.jp、キャニメ_ラジオ@ポニーキャニオン.co.jp です。ハッツァン。あ、これ落語によく出てと登場してくる人がハッツァンってのがいるんだけど。そうなんだ。ゼロ興味じゃん。ハッツァン、トッツァンみたいな感じ。ハッツァンってなんだろう、なんかね、多分太郎みたいな、なんかそういう感じなんで、なんかそのわかりやすい人なんつうの。大体なんか街の人。ハッツァンってのが出て。そうです。あのね。はいね。動画パートもねあるのよね。そうなんですよ。動画パートもありまして、キャニメプライムの会員様限定の配信となっておりますので、まあご覧になりたい方はですね、ぜひプライム会員になってください。この動画の方でもですね、いろいろなことに挑戦しております。まあと言いますか、その皆様からご提案いただいたゲームとか、まあ巷で流行っているものをやってみようぜっていう内容のものがありまして、今回は何やったんだっけ忘れちゃった。あれだよ。なんだっけ、言っちゃいけないやつ。NG。そういうそう、皆までは申すな。ゲームね。やったね。そうそう、だからそれをね、よかったらですね見ていただきたいわけでございます。そうなんです。動いてる我々はですね、会員様限定で見ていただけますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとね、あとさっきね分かりにくかったら申し訳ないので、メールもねたくさんお送りくださいませ。で、採用された方に50ポイント差し上げておりますので、採用したい。我々も採用したい気持ちでいっぱいでございますんで、たくさんお送りください。よろしくお願いします。お願いします。さて、次回30回目の配信日は1月10日金曜日、1月10日金曜日です。いつもの第1金曜日ではなく第2金曜日となります。1月はねイレギュラー配信で第2金曜日と第4金曜日のなります。になります。まあ1月3日ですからね。第1が。はい。まあ皆さんお正月くれぐれもね、安全に過ごしてください。そうね。初詣とかね、好きで行きたいんだけどさ、すごい人じゃない。そうね、東京はね。そうなのよ。私いつも青森でお正月は迎えるんですけど、本当に青森誰も人いなくて、すごい初詣も5分で終わるっていう。あ、本当。そうなんですよ。でもいいね、なんか地元に行ってね、ご家族と過ごされるわけですもんね。そうね、東京大変そうだなって思います。確かに確かに。さあ、ということで1年間の労をねぎらってですね、素敵な年末をですねお過ごしくださいませ。さあ、ということでまた来年よろしくお願いいたします。本年はここまで。お相手は私、木村昴と木戸伊吹でした。バイバイ。皆さん、良いお年を。この番組はキャニメプライムの提供でお送りしました。